今動画を撮影しているのは2019年9月、じゃあ2月19日なんですけれども、タピちゃん、毛並みいいですね。もう2年11ヶ月目って言ったっけ？だから3月になったらちょうどね、3周年3になるんですけども、この子迎えたのが確か2017年？ 2016 年？多分17だね。の3月。ごめん、間違えた。2016年の3月だ。に迎えたタピオカちゃんですので、もうね、3年になるんですけれども、迎えた時点でですよ。生まれたのはもっと先だから、もう3年以上生きてるはずなんですけど、なんかね、飼い主として非常に光栄で喜ばしいことなんですが、3歳生きてるハムスターってこんなに毛並みいいものなのかなって思う。めちゃくちゃ若いハムスターですよね。まあ、ハムスターの種類っていうの、品種っていうの、まあ、種類としても、この、なんだっけ、サファイアブルー、ブルーサファイアか。っていう品種は、ものすごく、まあ、長生きして、性格も温厚で、いい子、育てやすいっていうことで有名なんですけれども、まあ、だとしてもね、こんなに、綺麗な状態、あ、ちょっと、ブルーベリー、めっちゃ食べるやん。美味しそうやんな。状態でいるっていうのが、なんかほんとすごいなって、あ 取らないで、私のよって感じ。私のだから取らないでーって。顔して、ごめんね、取っちゃった。ね、タピちゃん、本当にね、こんなになんか長生きしてるのに、まだまだ夜になると車輪を漕いでるんですよ。タピちゃん車輪使って走ったりとかしてて、なんか幸せそうに生きてるでしょう。だからね、なんか嬉しいですね。いつも仕事が終わった時とかにね、帰ってくるとタピちゃんも、この今登ってる小屋からね、ポって外出てきて、あ、ゴーくんお帰りって、いつも迎えてきてくれます。ね、なんか、まあいい、ちょっとね、言葉選ばずに言うと、おバカさんみたいなね、生き様がね、すごく僕のことを癒してくれます。感謝してもしきれないですね。でね、YouTube の動画でもね、なんだ、タピちゃんの動画だけで多分300万回生、再生以上されてるから、300万回もいろんな人にね、この可愛い姿を見ていただけて、タピちゃんは社会貢献もね、していますね。すごいハムスターだよ、君は。君は一体これまで何万人の人を癒してきたのかな？その可愛さで。これからもね、末永く元気でいてください。では、ということで、今回の近況報告でした。またねー。バイバイ。ちなみに余談なんですけれども、今、タピちゃんの目の前にあるのはクルミです。皆さんはお分かりだと思いますが、3年生きてるハムスターは、まあ、いくらこんなに元気そうに見えても、もう手足も顎の力も弱まっておりますので、与えるご飯も柔らかくする必要があるかなと思っております。クルミ自体は硬いものではないんですけど、タピちゃんにとってはね、僕自身噛み砕ける自信がない。僕は噛み砕ける自信はないんでね、タピちゃんが。こうやっていつも手のひらですりつぶしてから与えることにしています。そうすればこうやって順調にもぐもぐ食べてくれてるので、よかったなと思っております。あとはまあね、認知症予防と、まあ、普通に腸内環境と、あとなんだろうね、まあ、酵素を取り入れる意味でブロッコリーは欠かせておりません。で、認知症予防に特に効くブルーベリー。あと甘くて楽しいのでね、食べててもね。まあ、与えております。ほら、またブルーベリーのとこ来た。とことん好きやなんたわ。ムチムチやんな。